ガスバン・サントはアメリカ合衆国の映画監督であり、写真家、音楽家、作家。ケンタッキー州ルイビル出身。現在はオレゴン州シーサイドに住む。ロードアイランドスクール・オブ・デザインで学んだ後にコマーシャル制作の仕事に就き、一時期ロジャー・コーマンの下で助手として働いていたこともある。1985年に映画監督としてデビュー。 映画制作以外にも幅広く活躍しており、1995年には写真集を、1997年には小説を出版し、ミュージシャンとしてソロアルバムもリリースしている。レッドホットチリペッパーズやトレイシー・チャップマン、エルトン・ジョン、デビッド・ボーイなどのミュージックビデオも何本か制作している。2007年7月21日よりシネマライズにてマラノーチェが 日本初公開された。本作は1985年に制作され、映画祭などで絶賛されながらも、一般公開に至らなかったガス監督の長編デビュー作。あとのドラッグストアカウボーイ、マイ、プライベートアイダホを含むポートランド三部作の第一作目としても知られているガス監督の原点となる作品である。2008年にはゲイの政治家、 ハーベイ・ミルクを描いたミルクが公開された。彼自身、ゲイであることを公表している。ミルクは、ショーンペンがアカデミー主演男優賞を受賞した。ありがとうございます。